タスキーニエアメンは、米軍史上初のアフリカ系アメリカ人の航空部隊の通称名。まだ人種隔離政策があった第二次、世界大戦当時のアメリカ軍で様々な人種的差別の障壁を克服し、米軍史上初めてアフリカ系アメリカ人の戦闘機乗りとなった超エリート部隊。この部隊の中には、ハイチ空軍のハイチ人5人とトリニダードのパイロット1人、また、 ドミニカ共和国生まれのヒスパニックの飛行士も含まれていた。主にヨーロッパ戦線で活躍したアメリカ陸軍航空軍の第332戦闘航空軍と第477爆撃航空軍を構成した。彼らが乗った P-47 サンダーボルトや P-51 マスタングなどの尾翼は赤く塗られていたのでレッドテールズという名でも呼ばれた。2012年 ジョージ・リューカスは彼らの実話に基づき映画、レッド・テイルズを制作葬式した。日本では公開されていない。タスキー・イエア・メン以前には、アメリカ軍には一人のアフリカ系アメリカのパイロットはいなかった。人種隔離制作のため、黒人部隊の役割は多く食事や洗濯などといった、非戦闘的な任務に限られていた。第一次世界大戦時。 パイロットの友人バラードは米軍に従軍することを拒絶され、フランス軍に入った。こうした軍隊における人種差別への抗議を受けて、全米国人地位向上協会、NAACP のウォルター・ホワイト、労働組合リーダーのフィリップ・エイランドルフら著名な公民権指導者によって、ロビー活動が続けられた。1939年4月3日、ハプロ、 シュワルツ上院議員らによるアフリカ系アメリカ人パイロットの訓練資金を捻出する予算法案が議会で可決され、なんとか陸軍省に黒人パイロット要請のための民間航空学校の補助金を得るに至った。南部アラバマ州タスキーニに,にある黒人大学タスキーニ大学をベースに民間パイロット訓練プログラムがスタートした。ファーストレディーエレノアルーズベルトはいち早く、 タスキーギの主任教官の戦闘機に試乗し、財政的な支援を呼びかけた。このタスキーギプログラムは、1941年6月にタスキーギ大学の第99追撃隊から始まり、部隊は47人の将校と429人が入隊を許可された。タスキーギ大学で学びながら、地元のタスキーギ飛行場で実践訓練を受けた。 タスキー技飛行場も急ぎ構築されたが、その事業を受け負ったのもアフリカ系アメリカの受け負い業者であった。またベンジャミン・デイビス・ジュニア中佐の指揮下に置かれた。デイビスは陸軍における最初の黒人将官、ベンジャミン・デイビス・シニア准将の息子である。またこのプログラムに参加するためには、数々の試験や知能指数特定やアイデンティティ試験まで受けなければならなかった。今まで、 白人の将校を置いて、人種隔離された若干の黒人部隊を持つというやり方は、第9期兵隊、第10期兵隊、第24不評連隊、第25不評連隊のように、南北戦争の頃から行われてきていた。黒人団体側の要求を受け、1941年、米軍は初めてのすべて黒人の部隊、第99追及部隊の設立を宣言した。 タスキーにエアメンのブリーフィング1943年6月に地中海方面で初めて実戦配備され、1944年にはイタリアへ拠点を移した。当初、黒人パイロットらは空中戦などの戦闘機乗りとしての高度な任務は与えられなかったが、徐々に成果を上げ、ヨーロッパ戦線でドイツ支配下の統合や南ドイツ各地の爆撃作戦で、 護衛任務に活躍した。デイビス大佐の指揮の下重爆撃機の護衛飛行で、第332戦闘軍は伝説になるほどの戦闘記録を獲得した。また、連合軍は、タスキー2の飛行士を、レッドテール、または、レッドテールエンジェルと呼んだが、これは、彼らが、部隊の航空機の尾翼に、独特のシ空ク色の識別マークを塗ったことに、由来している。全部で、 1941年から1946年にかけて992人のパイロットがタスキー2で訓練を受けた。355人が海外に派遣され、84人が命を落とした。また、戦争捕虜として32人が捕らえられた。1948年、ハリー・エストルーマン大統領が大統領令9981に調印し、 長年続いた軍隊における人種隔離政策を撤廃させた後も元タスキー・ゲアマンの退役軍人たちは戦後の航空の発展に大きく貢献した。2007年3月29日、タスキー・イニ・エアメンは米国議会議事堂で開かれた式典でブッシュ大統領から議会名誉をゴン君賞を授与された。2007年3月29日にタスキー・イニ・エアメンは 米国議会議事堂で開かれた式典で、名誉黄金勲章を授与され、それは現在スミソニアン協会で展示されている。空軍が訓練したタスキー儀飛行場は現在、タスキーに空軍国立史跡として指定され、博物館も併設されている。2018年3月8日、タスキーゲア面の数少ない生存者の一人だった、ニューヨーク市警察の元刑事、 フロイド・カーター・サーが95歳で死亡した。第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争の3つの戦争に従軍、後に中佐に昇進した。1953年から NYPD に勤務。2007年にはブッシュ元大統領から人種のバリアを打ち破ったとして議会名誉黄金勲章を授与された。2012年、ジョージ・ルーカスはアメリカのテレビ番組 ザ・デイリー賞に出演し、なぜ映画、レッド・テールズが構想から20年もかかったのかに関して、ハリウッドの大手スタジオは、黒人キャストばかりの映画は観客には魅力がないと制作に意欲的ではなかったと語った。実際、どのスタジオも資金提供を断ったので、制作は全部自腹でまかなったことを明らかにしている。ありがとうございます。